はい、どうも、りょうへいです。どうしよう。はい、本日は、神奈川県秦野市に来ています。本日、青少フューチャーの皆さんのグローブ紹介の方をやっていこうと思います。見たらね、すごい、可愛らしいグローブだったり、かっこいいグローブ、あったので、それも含めてちょっと、チェックしていこうかなと思います。それではやっていきます。はい、お願いします。じゃあちょっとお名前を。加藤ひなたです。ひなたさん、はい。はい、よろしくお願いします。で、使ってるグローブ前に、すごい前にガーンと出しちゃったので。トンボが邪魔だよね。確かにかない。はい。はい。水野プロか。はい、へえ、すごいな。こだわりとかあります？シンプルなデザイン。じゃあまあ黒でね。はい、でこれ水野プロでも30周年限定のグローブだったりっていうのがあるので、すごい高価なグローブだし、買ってもらったお父さんお母さんに感謝しながらちょっとこれからもプレー続けていってください。はい、そうですね、ありがとうございます。はい、アリオンです。ちょっと俺の準備が整ったのでね。はい、じゃあお名前お願いします。東リオンです。リオンさん、はい、はい、お願いします。じゃあ使ってるグローブ前にドーンと出してもらって、はいはい、これはスラッカーのオーダーグローブですね。はい。おお、これこだわりとかっていうのがあればとフルオーダーでやってもらいました。フルオーダーね。はい、思った。ここさ、閉じが特徴的だなっていうのが今すごい辻閉じになってるっていうのがあるので、多分広くすごい使ってるんだろうなと。はい、あるので、まあオーダーグローブもすごいかっこいいので、ぜひこれからも使っててください。はい、先生、ありがとうございます。はい、お願いします。お名前をいいですか？木村沙耶です。沙耶さん、はい、じゃあちょっと前にグローブをドーンと。はい、これは IP セレクト、はい、ですね。うわ、珍しいのかな。一応公式を、公式です。ツヤもすごいし、なんかこだわりとかっていうのがあれば。色が良かったんで。いいね、赤系の色でね、オレンジと赤、レッドオレンジで、すごい手入れもしっかりされているので、ツヤも出てて、すごい綺麗な色が出てるグローブなので、お手入れちゃんとやってるっていうのもすごい伝わってくるので、ぜひこれからもお手入れと続けていってください。先生、ありがとうございます。はい、お願いします。すごい笑われるんだよね、さっきからね。はい、じゃあお名前を。影山芽衣です。芽衣さん、はい、お願いします。じゃあ前にグローブをどんどん出していただいて、これは Z だけど、ちょっとさ、ここ前にどんどん出して、この刺繍のところ、はい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 、これ見たことないな。Z プロステータス、しかも、こんなのってそう簡単に手に入らないよね。あー、なるほどね。OB ですね。で、元女子プロの、加藤優さんのからの譲り受けた。だからウェブが Y なのか。なるほど、なるほど。そういったところも、まあ、っていうことはね、めちゃくちゃ貴重なものなので、大事に大事に長く使っていってあげてください。かわいいな、この刺繍。OK です。ありがとうございます。じゃあお名前をカメラに向かって。ちょっとゆいです。ゆいさん、はい、お願いします。じゃあ前にグローブを出していただいて、はい、これはローディングス。おお、キャメルですか、カラーは。はい。おお、いいね、いいね、流行りのカラーで。なんかこだわりとかあったらカメラに。今流行りの、まあ、白じゃないけどキャメルっぽい色のグローブをってことでね。なるほど、まあ、使っていったらすごい逆に渋くなっていったり、いい色なので、どん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 使い込んでいってあげてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあカメラに向かって、お出前をお願いします。鈴木そらねです。そらねさん、はい、お願いします。じゃあ前にグローブを。はい、ハイゴールド、はい、はい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 、ハイゴールドの、これはちょっとね、今あれなんですけど、ヌバック、普通の革じゃなくてスウェード生地の革を使っているようなグローブで。なるほど、すごいかっこいいですね、これも。なんかこだわりとかってあるんですか？そうだよね、やっぱ生地がヌバック仕様になってる、これヌバックっていうんだけど、っていうのになってるので、ここがやっぱね、同じ色なんだけどおしゃれにできるっていう、すごいかっこいいグローブなので、ぜひこれからも使っていってあげてください。先生、ありがとうございます。お願いします。じゃあお名前をカメラに向かって。小安小梅です。小梅さん、はい、お願いします。じゃあ前に出していただいて、僕はこれ実物を見るのは初めてです。なんていうメーカーでしょうか？ヤマトです。はい、来ました。ヤマトのグローブっていうのは僕知ってはいたんですけど、なかなか見ることがなかったので、いや、初めて見れていいなと思いましたね。これなんかこだわりとかってありますか？自分的には生地もいいと思うし、はいはい、赤色が好きだったので、しました。革質もいいし、やっぱ赤っていうのが、赤が好きなので、はい、ちょっと使わせてもらいたいということですね。はい、はい、なるほど。じゃあ結構もう渋くなってきてるので、もっともっと、はい、渋さを出していって、ガンガン使っていってあげてください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあお名前お願いします。石川ゆずみです。ゆずみさん、はい、お願いします。じゃあグローブを前に出していただいて、
はい、Z プロステータスですか。ああ、めちゃくちゃかっこいい。これもキャメル系のグローブでね、外野仕様で。なんかこだわりとか特徴とかあれば。前使ってたグローブが黒色なんで、はい、なんか明るい色が欲しいなって思ってこれにしました。じゃあもう正反対じゃないけど白に近いようなキャメル、はい、グローブを使ったと、はい、なるほどなるほど。これもね、あの本当にかっこいいグローブですし、プロステータスすごいいいのグローブなので、ぜひぜひ長く使っていってあげてください。すいません、ありがとうございます。はい、じゃあお名前をお願いします。中島ののかです。ののかさん、はい、お願いします。じゃあグローブを前にドーンと出していただいて、はい、久保田スラッカー。なるほどです。これラベル変えたね。なるほどなるほど。スラッカーこれ結構使い込んでるけど、なんかこだわりとか特徴とかっていうのがあれば。先輩からもらって思い出が詰まってるので、これを使ってます。なるほど、いいね。やっぱあの先輩からの譲り受けるっていうのも、大事な伝統にもなってくると思いますし、よりね、なんで長く使っていって、より味を出していってください。すいません、ありがとうございます。はい、じゃあお名前をお願いします。ゆずきです。ゆずきさん、はい、お願いします。じゃあグローブを前に出していただいて、 OK、 俺の顔がかぶった。アトムズ、いや、いいですね。これすごい鮮やかな色してますよね。はい、なるほどなるほど。これなんか特徴とかっていうのがあれば。特徴というかこだわりというかですね。こだわりがあれば。こだわりは先輩がこういう色を使ってて、うん、使い古した感がかっこいいなって。なるほどなるほど。この色にしました。まあレッドオレンジもうあの赤系の色も使ってくると、黒くもなってくるし、濃くもなってくるのですごいいいグローブですし、これあの今ちょっとポケット見たんだけど、テラダレザーっていう革を使ってるのですごい馴染みもいいので、ぜひぜひより馴染ましていい色にしていってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あと何人だい。終わりです。終わりですか。はい、じゃあもう一回カメラ出たいような人いる。じゃあ大丈夫 OK、 なんか一緒に締めてくれる人がいればなと思ったけど。はい、ということで、今、セッションフューチャーの皆さんのグローブ見させていただいたんですけれども、まあね、本当にいろいろグローブが揃っているって言い方あれかな。あ、ちょっと待った、グローブ一瞬だけ3列ぐらいで並べといてもらってもいいですか。綺麗に、綺麗に。はい、あの皆さんとてもこだわりのグローブが多かったので、野球女子、中学野球女子というのは、こういうグローブ使ってるんだよっていうのも皆さんにご紹介できたかなと思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。